俺は西川幸男、36歳で昨年嫁のあすみと結婚したばかりだ。子供はいない。俺たち夫婦が新居に落ち着いて数ヶ月後のことだ。父の茂が階段を踏み外して腰を強打し車椅子生活になった。母の辰美は俺がまだ若い頃に世を去っているため、父は俺の兄である吉尾一家の家で暮らすことに。しかし父が要介護になった途端、兄嫁の幸の態度が急変。俺に介護の愚痴を LINE で送ってくるようになった。ゆきおさん、マジありえねえ。なんであんたの親父の世話しなきゃなんないの？幸さん、すみません。父の様子はどうですか？今風呂入ってる。お風呂？幸さんがそばにいるんですか？は？なんで私がついてなきゃなんないのよ。一通り全部自分でやらせてるよ。え？何？驚くことじゃないでしょ。すみません、溺れる可能性があるので付き添ってやってもらえませんか？あんたがしなさいよ。親だかなんだか知らないけど、私にとっては赤の他人なの。そんなやつの面倒を見る必要ないもん。いや、その兄は仕事がありますし、俺の家は飛行機じゃないといけない距離なので、頼りになるのが幸さんしかいないんです。仕事辞めてこっち来いよ。いや、簡単におっしゃいますけど、簡単には辞められないんです。じゃあヘルパー雇って。すみません、かなり探したんですが空きがないんです。そんならどっかのホテルに住まわせれば。え？バリアフリーのホテル、今は珍しくないでしょ。スタッフもサービスで入浴やらなんやらやってくれるだろうし、そこに住んじゃえばいいじゃんね。そんなホテルなかなかないと思います。そもそも父にホテル住まいさせられるほどの経済的余裕はありません。まあ、じゃあどうするのよ。よしおと二人でもっと頑張って稼いでよ。そんでホテルでも施設でもどこでもいいから入れて。こっちは厄介払いしたいの。厄介払いって、そういう言い方はないでしょう。霧の父でも他人だから。やんなっちゃう。吉尾はイケメンで優しいから結婚したけど、収入もパッとしないし、おまけに介護のいるおじいがついてきちゃね。義父とはいえ赤の他人だから介護したくないという言い分も少しは理解できる。だがこれほどまでにストレートに言ってくるなんて、モラルのかけらもなかった。仕方がないので有給を取って嫁のあすみと二人、父と兄に会いに行くことにした。そっちは留守でどこかに行っていた。在宅の仕事に転職することも考えたんだけど、息子の勇気の将来を考えると金銭的に厳しいんだ。家が遠くなければ私が通うのに。あすみも仕事あるだろ。お前まで体壊したらよくない。すまないな、みんな。施設入居も考えるよ。元気だった父は見る影もなく痩せ細っていた。兄家族のアパートの台所は使った形跡もなく、食材も何一つない。飯とかどうしてるんだ？自分のアパートへ帰宅した翌日、再び兄嫁に LINE した。幸さん、何度もすみません。先日兄と話しました。幸さんもいらっしゃるとよかったんですが。3時間後。幸さん、どこにいるんですか？うるさいから電源切ってた。どこか行ってたんですか？スーパー行ってた。スーパー？お一人で？そうだけど。スーパーに3時間もいたんですか？うっさいな、悪い。その間父はどうしてたんですか？兄はまだ仕事のはずですし、再三言って申し訳ないんですけど、一人にはさせないでください。あんたの親父とは勇気が一緒にいたから大丈夫。勇気くんが？まだ4歳ですよね。危ないじゃないですか。いいのいいの、育児って大変だからさ。
勇気の世話してくれて助かるわ。父が勇気くんの世話を？あんたが親父を一人にするなって言ったから、勇気と二人で風呂に入れさせたりしてる。なんてことするんですか。車椅子の父と幼い勇気くん二人じゃ絶対危ないです。は？わざわざ従ってあげたのに。常識がなさすぎます。サチさん、あなた専業主婦ですよね。スーパーに行ってたっておっしゃるけど、先日部屋に上がった時お茶の葉一つありませんでしたよ。お手洗いに行ったら洗濯機は洗濯物山積みでしたし。専業主婦なら少し改善してほしいんですが。私は忙しいの。何が忙しいんですか。うっさいわね。他人のあんたに教える必要ない。まあ聞きなよ。私も考えたんだ。え？何を？あんたの親父のこと。考えてくれてたなんてありがとうございます。あんたたち夫婦んとこに送るわ。は？あんたの親父なんでしょ？それはもっともです。でもうちのアパート4階の部屋なんです。エレベーターもないし、バリアフリー設備も正直整ってなくて。うわ、言い訳ばっか。言い訳ではなくて危ないんです。父もたまには外出したいだろうし、兄と幸さんの部屋は1階だったからまだ安全だし自由かと思って。じゃあもういい、引っ越すから。え？私の実家は金持ちでしょ。親がマンション持っててさ、南向きの角部屋余ってんだって。そこに3人で引っ越す。3人？父は？知らない。あのおじいもいい歳なんだから、窮地に追い込まれたら自分でなんとかするっしょ。ショックで逆に歩けるようになるって。それ兄に話したんですか？秘密。退去手続きは私がやって、直前で教えれば引っ越さざるを得ないでしょ。だから言わないでね。もし言ったら親父を強制的にあんたの家に送るから。無理を言わないでください。このままでは本当に父の命すら危ないと思った。俺はすぐさま兄に連絡した。もし兄嫁にバラしたことが発覚して本当に父がこちらに来ることになっても、それはそれで構わないと思った。兄さん、やばい。親父を幸さんに任せてたら身の危険にさらされる。俺もそう思うよ。うちの部屋には障害物が多すぎる。幸が部屋を散らかすんだ。仕事が早く終わった日に俺が掃除も洗濯もしてるんだけど、早くて翌日の夜には部屋がめちゃくちゃ。衣類をタンスにしまってもすぐ床に散らかす。あれじゃ車椅子は通れないよ。そうか、ご飯は食べられてるの？俺料理だけは苦手で、だから親父と勇気と3人で弁当や惣菜食べてる。兄さんごめん、近くにいないと何もしてやれないんだな。こないだ来てくれたじゃないか。実はしてほしいことならあるんだ。何？サチとの LINE のスクショを頼む。え？サチがやたらお前に LINE してるのは知ってる。お父さんの介護をどうやってしてあげたらいいかを聞いてるって話だが、俺も一緒にいる時でも親父のことをガン無視してるからな。俺はあいつの本音を知りたい。離婚調停の重要証拠になるからな。離婚？ホスト通いしてるんだ、あいつ。俺のカードを毎晩飲み歩いてるなんてな。散らかした衣類の中にうまく隠してあるつもりだろうが、洗濯機の中に派手なドレスが放り込んであった。親父のこと以前にあいつはもう俺の中では他人だよ。兄の意思を聞いて安心した俺は、サチの言っていたことを暴露し LINE のスクショを送信した。怒り浸透した兄は、分かった、サチの実家にも連絡すると息巻いていた。1ヶ月後。ユキオさん、ごめんなさい。離婚だけは勘弁して。兄さんに言ってください。
お父様と勇気と出て行っちゃった。私が次の部屋を見つけるまで帰ってこないって。弁護士通さないと話もできないの。お父様、厄介者のお荷物だったのでは。それはごめん、私も介護でストレス溜まってたの。ホストとうまくいかないのがストレスだったんでしょ。え、そんなことに勝手に兄の財産使わないでください。知らないホテルのポイントカード、散らかした服の中に入ってたそうですよ。介護疲れによる気の迷いならまだ酌量の余地があるけど、兄と付き合う以前からホスト通いの常連だったとはね。なんで昔のことまで知ってるのよ。兄がご実家に電話したら、ご両親が謝りに来てくれたんですよ。あなたが当てにしてたマンションですけど、財産の相続は全て妹さんに権利を渡すそうです。え、ご両親のお金使ってホストに貢いでたんなら仕方ないかと。うちの親そんなことまでバラしたの。ええ、でもいい妹さんですね。その時のあなたの借金の後始末までしてくれたそうで、これなら相続の問題も完全に納得がいきますね。話し合いで同意しないなら弁護士を立てるそうです。また弁護士？何なの？親も妹も義雄も家族じゃない。あなたの中ではお金をくれる人が家族なんですか？金融業者と家族になるのだけはやめておいた方がいいですよ。ねえ待ってよ、なんか親権も奪われるっぽくて。お子さんを残してホスト通いは育児放棄です。専業主婦なのに家事の一つもしませんでしたしね。やだ、一人は嫌。将来体が動かなくなったらどうするの。窮地に追い込まれたら動かない体も動くんでしょ。あなたのおっしゃったことですよ。発言には気をつけないと自分に返ってきますよ。ではお元気で。離婚調停が終わり、元兄嫁は強制的に追い出された。実家からも見放され、自分自身の財産もない幸は安アパートで一人バイト生活を送っているらしい。兄が無事に親権を獲得した頃にやっとヘルパーの枠が空いた。今は兄と息子、そして父の3人で新たな生活を順調に過ごしているようだ。次の大型連休には今度は笑顔で家族に会いに行きたい。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。